皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今回は全体から見る思考法の11回目、システム思考の習慣化について2回に分けてお話しする、今日は第1回目です。システム思考をですね、単にシステム図を書いて満足するのではなくて、思考自体を習慣化してみましょう。今回は熊平セキュリティ財団さんのスライドをお借りして、いくつかお話ししていきたいと思います。まず最初はビッグピクチャーを理解しようとするということです。このようにですね、木を見てさらに森も見るという考え方があります。細かい点をフォーカスして見ていく、分析的に見ていくのも大事ですが、全体を俯瞰的に見るのも大事です。2番目、原因と結果の関係はサークルになることを認識する。全てのですね、結果というのは何か原因があります。したがってそこから生み出される結果というのもまた次の原因につながっていくという、こういう考え方をします。3番目、仮説を明確にし検証する。これは科学的態度にも通じるかと思います。4番目、メンタルモデルが現状や未来に与える影響を考える。常にですね、現象だけに目をやるのではなくて、それがなぜ起こっているのか、構造またはその人間の深い心理ですね、メンタルモデルについても考えるようにします。5番目、予期せぬ結果がどこから現れるかを探る。まさに見えないところからですね、結果が生じているように見えることも、あるわけですね。そういったこともきちんと観察しましょうということです。6番目、システムの中の要素が時間とともに変化し、パターンや傾向になる様子を観察しましょう。時間とともにですね、どのように変化していくか、頭の中でですね、グラフを書いて、どのような要素かにつながりがあるかということを考えます。7番目、可能な手こ入れをして、行動を見極めるためシステム構造を理解します。何をしたらですね、小さな変化が大きな変化を生み出すかという構造をですね、理解して行動しましょうということになります。今回はシステム思考の習慣化その1についてお話ししました。